さあ、いよいよ始まります全国中学生サッカー大会。昨日、沖縄では台風の被害もあった模様ですが、こちらは本日の開会式にふさわしい晴天。8月の灼熱の太陽がグラウンドに照りつけています。各都道府県大会を勝ち抜いた精鋭47チームが深紅の大優勝旗を目指して、これより熱戦を繰り広げるのです。秋田県代表花輪中、橘正雄、和雄、あの優勝旗、今年は俺たちがいただくぜ。そうともよ。大阪府代表東一中、相田誠長崎県代表平戸中、慈瞳浩。心配せんでも、あれはわしらの問題。北海道代表富良野中、松山光。今年こそあの優勝旗を北海道に持ち帰るぞ。なあみんな。誰にも渡さない。あの優勝旗は大会最終日、もう一度俺が手にするんだ。おい、東方を見てみろよ。ヒューガがいないぜ。ヒューガさん。それにしてもついてないぜ、このトーナメントの組み合わせはよ。順当に行けば決勝の東方戦まで全て強敵揃いじゃねえか。でも一度負けたらそこで終わりのトーナメント戦。そう、どっちにしろ戦う相手全てを倒さない限り優勝はないんだ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてるじゃんか。当たり前よ。俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その息だ。東一中は守りのチームだ。大阪府大会も失点ゼロで勝ち抜いている。その守りの主力は相田誠。関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうととにかく止めに来る。この試合、相田は翼のマークに来るに違いない。気をつけるんだぞ。はい。よし、まずこの初戦を取るぞ。また優勝やったるぜ。ああ、V3 だ。いいか、なんといっても南葛は大空翼だ。あいつさえ抑えればあとはどうにかなるさ。ってことはつまり、大空翼を抑えられる俺がいるこっちが勝つってことだ。この大観衆の前で南葛を倒してやろうぜ。あ！さあ、開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡南葛中と大会初出場の大阪東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。大会3連覇がかかる南葛はそれだけ注目度が高いということでしょう。おい石崎。あ、約束通り応援に来たぜ。おお、浦部たちだ。絶対優勝しろよ。優勝しなかったら承知しないからな。任しとけ。おいてめえら、浮かれてるんじゃねえよ。何？
前回前々回チャンピオンだからってうだうだしてるんじゃねえ。さっさと試合の準備しろってんだ。お前が大空翼か。実際に見てみっと大してでかくねえな。あんたのマークは俺がするからよろしくな。翼、あいつが大阪の決勝戦であの中西から決勝ゴールを奪った相田誠だぞ。よし行くぞ、 V3 に向けて。バカ野郎、お前らに V3 はねえ。南葛も大空翼も俺が止めてやるぜ。けっ、お前なんかに翼が負けるかっての。すぐに分からせてやる。来るなら来い、俺は全力で戦う。この試合お前に活躍はさせん。キムト、カミソリタックルだ。今のタックルで。もらったぜ。ここは抜かせません。そら来すぎ。相手のエースはたとえファウルでも止める。ここは抜かせません。ここは好きにさせません。倉持くん、ボールも蹴り出します。体ごとぶつかっていった。ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、強烈な速攻。これを正面から抑えに行く。パスを回す。おっと、攻守交代だ。翔太くん、ここは抜かせません。ここはパスを出した。そらよ、杉君、素早く横に倒す。そら、これはごぼう抜きだ。かばして振り切った。全身のシュート、横っ飛びで鋭く反応。辻君、これはキャッチできない。山田君、こぼれ球をキープ。杉君、センタリングを上げた。ようやくここで激突。空高くで火花を散らす。横っ飛びで鋭く反応。ゴール隅に決まった。見たか、ゴールを決めました。このパスをトラップ。ここで止めた。そらよ、ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、ひざさっとシュートを放った。これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。山田くん、激しいタックル。ロングボールを送る。長いパスが通った。岩見くん、いけ。そら、へっ、翼くん、これは南米式のドリブルだ。ここだ。力を貯めて強烈なシュート。辻くん、これを止めるのは厳しいか。翼くん、俺は世界一のサッカー選手になるんだ。タッドだ。そんな、ここだ。はぁ、かわして振り切った。守備陣の隙間を狙う。それ、翼くん、ボールは友達、渡しません。それ、キスギくん、センターラインを越えて攻め込む。山田くん、ボールを奪うことができません。キスギくん、シュートまで持ち込めるか。ここは抜かせません。パスを出します。翼、このタックルは不発に終わります。翼くん、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。
早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。豪快にシュート、辻君ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。滝君クロスを上げた、これはキャッチできない。長野君ここでボールを受け出す。倉持君ボールを奪うことができません。翼君一発のシュートでゴールを狙う。辻君このシュートを正面から受け止める。パントキックどこまで運べるか。パスの奥だ。伊沢君ここは抜かせません。南葛ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ここでパスカット、体ごとぶつかっていった。翼くんこれは南米式のドリブルだ。かわして振り切った。翼くんここから打ってきた。あれが決まらなきゃ点取りが失格だぜ。うわっどうだ。翼くんはっもらった。しまった。このパスをトラップ。中井くんここはパスを出した。中井くんパスを回す。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。もらった。杉くん素早く横に倒す。止められない。横をすり抜けた。さあゴール前です。杉くんセンタリングを上げた。ここから一気に攻め込みたいところ。杉くんセンタリングに合わせる。シュート。辻くんボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。行け。倉持くんボールは奪うことができません。スライディングで止めた。東大地鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。小野寺くん素早く横に倒す。かわした。小野寺くんセンターラインを越えて攻め込む。杉くん横にかわして突破。横をすり抜けた。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。中井くんロングスローできた。鋭いスライディング。杉くんタッチを決めた。あっともう一度パスカット。パスを回す。かわして振り抜けた。ここから一気に攻め込みたいところ。山田くんタックルに決めた。ドリブルで突破。これは怒りだ。横にかわして突破。かわして振り切った。三橋くん敵陣を切り裂く。力をためて強烈にシュート。あっ防いだ。パントキックどこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。ここはパスを出した。横をすり抜けた。翼くんこれは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。あっと必死にゴールを守った。翼くんボールを持った。翼くんここから打ってきた。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。ここで前半終了。全国大会 V3 を目指す南葛、まずはいいスタートと言えるでしょう。
あのソーダってやつ、なかなかやるな。翼のスピードに完璧についていくなんてすげえよな。でも、勝ってるのは俺たちなんだ。そうそう、守りのチーム相手にこの展開は悪くないんじゃないの。ああ、俺たちのペースだな。みんな、後半東一中は攻めに出てくるだろう。特に立ち上がりは集中するんだ。あと、こっちが攻めている時のカウンターにも注意を怠るなよ。はい。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。はい。みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。学ぶ、ちょっと。え？あら、大川くん。マネージャー、ちょっと早く来て。え？翼くん、足を。うん、小学生時代の古傷をまたやっちまった。足の怪我がひどくならないようにテーピングを頼むよ。とにかく早く。はい。学ぶ、みんなにはこのことを。うん、分かってるよ。はい、終わったわ。ありがとう。大丈夫？ああ、大丈夫。必ず勝つよ。うん。さすが王者南葛だ。俺たちの守りが破られるとはな。けどこの程度の苦戦でへこむほど俺たちは弱くない。それにいい知らせがある。やつは、大空翼は足を怪我してる、間違いない。何？翼が怪我となれば、あと南葛で怖いのはキスギ、滝、伊沢だ。ゴール前では必ずマークにつけ。あ、よっしゃ、この調子で後半も行くぞ。南葛を倒すのは俺たちだ。さあ、後半開始。長いパスが通った。ドリブルで突破。翼、その足でマークを外せるか。こいつ、俺の足のことを。いやー、体ごとぶつかっていった。ここは抜かせません。また、かわした。林くん、ボールを奪うことができません。これはごぼう抜きだ。滝くん、クロスを上げた。辻くん、これはキャッチできない。長野くん、ここから打ってきた。ソーダくん、ボールを持った。それ、これ。さあ、ここは一か八か、試してみる。ここからチャンスを作れるか。パスを出します。これを見ろ。ソーダくん、ドライブシュート。シュート。ごめんロベルト、俺にはまだこのシュートマスターできないよ。それにこのドライブシュートは思ったより軸足に負担がかかる。この試合もう今のシュートは打てない。くっそ、驚かせやがって。俺もドライブシュートは考えたが、上から下への回転はかけるのが難しすぎるんだ。だから俺は諦めて鋭い横回転のカミソリシュートに切り替えたんだ。翼、いくらお前でも
俺たちの年代じゃまだドライブシュートは無理なんだよ。しかし翼の怪我は間違いないし、今のシュートでまた少し痛めたはずだ。こうなってはもう俺のマークからは逃れられんぞ。ゴールキックから再開です。辻くん、ロングボールを送る。すいません。ヘッドでパスを送る。それそうだ、行くかよ。このスライディングが決まった。それ杉くん、敵陣へ攻め込みます。杉くん、横にパスで突破。倉本くん、タックルも決めた。三橋くん、パスを回す。スライディングで止めた。行け。そら、かわして振り切った。ロニー、キスギ君、パスを回す。翼君、これは南米式のドリブルだ。このクロスは通るか。両者激しく激突。空高くで火花を散らす。このシュートにジャンプで反応。辻君、これはキャッチできない。行くぞ。クラッチが決まった。このタックも形に終わります。倉持くん、スライディングでカット。小倉くん、横にかわして突破。それ突破で見せます。素早く横にかわす。翼くん、ここは抜かせません。それよ、かわして振り切った。キスギ君、センターラインを越えて攻め込む。横をすり抜けた。このパスは通らない。翼くん、ここは抜かせません。それよし、かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。佐々木くん、パスを回す。体ごとぶつかっていった。中井くん、ボールを奪った。長野くん、ここは抜かせません。狙いすましたパスを送る。横にかわして突破。ここだ、シュート。辻くん、ボールはまだ生きている。チャンスが決まった。あ、かわした。はぁ、まったぜ。奪い返した。横をすり抜けた。長野くん、連続突破で見せろ。シュートを放った。パントキック、どこまで運ばれた。翼くん、ワンタッチで送る。ここはパスを出した。長野くん、パスを出します。林くん、ボールを狙うも届かない。東大地、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。それよ、林くん、横に回って狙うのか。これはごぼう抜きだ。林くん、シュート。こぼれ球も打ってきた。曽田くん、ボールダッシュ成功。うん、それチャージが決まった。南葛、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。かわして振り切った。ここから一気に攻め込みたいところ。これはごぼう抜きだ。パントキック、どこまで運べるか。ボールダッシュ成功。このクロスは通るか。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う。翼くん、この対決をものにした。ゴール隅に決まった。この距離サッカー、俺の夢だ。吉田君、このボールをコントロール。そら、このパスは通れない。スライディングで止めた。曽田君、素早く横にコース。チャンスが決まった。木杉君、横にかわして突破。ここからチャンスをめくれるか。敵陣を切り裂く。八君、横にかわして突破。ゴール前に持ち込んだ。ここから打ってきた。弾きます。激しいタックル。佐々木くん、ここは好きにさせません。
リオン君、タックルを決めた。行け三橋君、ボールを奪うことができません。ちくしょう。倉持君、ゴール前に持ち込んだ。パントキック、どこまで運べるか。この位置でコース交代だ。キスリ君、横にかわして突破。倉持君、右へ回った。チャンスが決まった。それかわして振り切った。止められない。キスリ君、ゴールを狙う。倉持君、タックルを決めた。シュート！行け！マガトン、ボール奪取成功！後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。鋭いスライディング。小野寺君、ここはパスを出した。これはタッチを終わります。南葛、ここでスローインを得ました。横にかわして突破。連続突破で見せます。そこを振り抜けた。必殺のシュートを放った。どうだ総田君、このボールに立ちはだかる。あとここで試合終了の笛。前回覇者南葛中学、まずは1勝、2回戦進出を決定しました。翼、あのシュート、ドライブシュートだな。うん、まだ完成してないんだけどね。あれは難しいな。俺も試してみたが、できなかった。ドライブシュート、絶対に完成しろよ。お前ならきっとできるよ。そういえば、足は大丈夫か？うん、大丈夫。ちょっと癖になってるところで、大したことはないよ。そうか。俺たちを破ったんだ。必ず優勝しろよな。うん。それじゃあな。また会おうぜ、翼。くしゃー、負けちまったぜ。みんな、メソメソすんな。胸張って帰ろうぜ。そうだ、誠、本当はいいやつかもしれないな。もうすぐ試合だ。十分に体をほぐしておけ。はい。キャプテン、ヒューガさん。監督、今沖縄から帰りました。ヒューガ、東邦学園のキャプテンでありながら、この大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会、お前は使わん。監督、大会2日目。今日は残りの1回戦か。俺たちはここから激戦が続くんだ。しっかり調整しないとな。メール？なんだよ、誰からなんだ？元気でやってるか、翼。俺は
プロの選手になるために練習する毎日だ。日本ではもう全国大会が始まってる頃か。お前のことだ。もちろん勝ち残ってるよな。でも試合に勝ったってお前の話は聞き飽きた。負けた時だけメールをくれ。その相手がどんなやつか知りたいからな。ところでドイツで久しぶりなやつに会ったんだ。誰だと思う？それは三崎太郎さ。画家の父親と一緒に今はパリにいるそうで、ドイツにいる俺を訪ねてきてくれたんだ。なんかフランスのサッカー雑誌に俺のことが載っていたらしくてな。ちょっと恥ずかしいぜ。それで久しぶりに美咲とサッカーをしたんだが、相変わらずいいボールさばきをしてたぜ。美咲もきっと将来はプロになるって確信したよ。翼、頑張って全国大会 V3 を成し遂げろ。そしてまた一緒にサッカーをしよう。その日を楽しみにしている。じゃあ今日はこの辺で。若林玄三。美咲くん、フランスにいたのか。なるほどな。道理で日本の大会に出てこないわけだ。よかった、美咲くんが元気でサッカーを続けていてくれて。へえ、若林さんも頑張ってるんだな。よし、俺たちも頑張って美咲や若林さんにいい報告してやろうぜ。あ、そうだな。よし、じゃあみんな今日も張り切って練習だ。おー